ロングヘア、ロングヘアとは、髪を長く伸ばした髪型のことである。日本では、長髪といい、また長髪にしている男性の髪を俗に、ロングな毛などを略して、論毛と呼ぶこともある。対して、単髪のことを、ショートヘアという。髪が肩にかかる程度の長さである場合は、セミロング、または、ミディアムとし、それ以上の長さの髪を、ロングヘアと呼ぶのが、 一般的である。ロングヘアにすることも一般的となったものの、豊かな長髪が女性を象徴するものという意識も未だ根強く、そのため長い髪に女性らしさを感じる男性は少なくない。髪を結ぶ言う場合には、その結び方によって、ポニーテール、アップ、ツインテール、サイドアップなどと様々な髪型に派生する。男性の場合には、 女性の場合のそれと対比すると比較的短い女性の場合であれば単発とされる長さであっても長髪とする場合があり絶対的な長さにおいての基準に差異がある場合があるファッションの進化とともにロングヘアのバリエーションも多様な広がりを見せ工述するスタイリングの項にあるようにそれぞれの個性に応じた様々なスタイルが可能になっている髪が伸びる速さは 一般的に1ヶ月で約1センチメートル、1年で約10から1 5トルと言われており、ショートヘアの長さから腰まで伸ばす場合、約5年程度の期間を要することになる。その場合毛先の部分は5年前に生えており、伸ばす期間が長くなるにつれて、毛先の乾燥や枝毛、切れ毛などの痛みが起きやすい。ショートのように比較的短期間できて、新しい髪に変わっていくわではないので、 ロングヘアの人は髪を美しく保つために継続した手入れを行うことが重要になる。現代ではロングヘアに限らず、髪及び頭皮を清潔に保つ目的で、シャンプーやリンスが用いられることが一般的である。ヘアドライヤー、ヘアブラシ、ヘアアイロン、スタイリングプロダクツなど使用し髪型を作る。ロングヘアのスタイリングとしては大きく分けて、言わない場合では、 まっすぐな状態を保って長いストレートヘアの美しさを生かすストレートロングとパーマをかけてウェーブロングとする場合の二つがあるロングヘアの下だけをウェーブにした下だけパーマのスタイルもある下だけパーマの場合ウェーブのかけ方によって印象が変わるため軽く内巻きにする強めに外巻きにするなどの多様なアレンジが存在するストレートにおいては ボブカットのように前髪と、サイドの前髪部分の髪を両方に当たるくらいに伸ばして切り揃えた場合、姫カット、プリンセスカットと派生して故障されることがある、姫、間の項目に詳しい。ただし、この髪型にしている女性は少数派であり、アニメや漫画などの仮想人物において見られるか、またはファッションショーのモデルなどで稀に見られる程度である。前髪部分だけを短く、 またはパッツンとし、横、後ろの髪を伸ばしているスタイルと、前髪から全てを伸ばすスタイルとがある。この二つには特に区別する名称はない。ただし、全体を水平時の長さにおいて、同一に切り揃えた場合は、ワンレングス、ワンレングスカットと呼称されることがある。ロングヘアは、その長さゆえに、多様なバリエーションが楽しめる反面、スタイルを保つのが難しい。 そのためリボンやヘアゴムなどを用いたポニーテール、ツインテールなどのユースタイルが派生する。この二つについては各項目に詳しい。古くはカンザシを用いたスタイル、現在でも和服に合わせて用いられることが多いや、ヘアバンド、カチューシャ、髪留め、ヘアピンといわれるソーシングを用いて髪型を固定するスタイルもある。前髪部分だけを切り揃える、または短くし、 横、後ろの髪を伸ばしているスタイルの場合には、特にカチューシャが似合い、よく用いられる。また、ロングヘアの毛先だけをリボンなどで結ぶスタイルも存在する。この時、髪全体を一つにまとめる場合と、毛先だけ二つに分離する場合とがある。名称はないようである。この場合、古風な雰囲気となる。何もしない状態から上、後頭部の髪だけをアップにした。 ハーフアップがある。これは長く、下方に伸びる髪とポニーテールのスタイルが融合した、気品の感じられるスタイルとなる。後ろ髪を普通に伸ばした状態で、両側面の髪を後ろに回して一つに結びだらし、髪型の髪だけアップにしたスタイルもある。ハーフアップの状態で両側面の髪を後方で一つに、まとめる。これはお嬢様結び。 ハーフポニーテールなどと呼称される場合があるが一般に定着した名称はないようである。さらに、お嬢様結びといった場合に、このスタイルの他に、サイドから回して、後ろでまとめる髪を三つ編みにするなどの発展形を指す場合もある。サイドから髪を後ろに回すスタイルは、オフィスでデスクアークをする場合などに長い髪が落ちてきて、邪魔ならないように、 例えばロングのウェーブヘアで髪を下ろしている場合、オフィスワークの場ではボリュームが出すぎたり広がりすぎることも、ある使うこともある。また、長い髪を束ねて、サイドや後頭部で、団子状にまとめたシニオンのスタイルもある。三つ編みを用い、低い位置の後部から、三つ編みが一つないし二つある場合に、お下げ、二つ三つ編み、一つ三つ編みなどと呼ばれるスタイルがある。 三つ以上の三つ編みを構成することはあまりないが、民族によっては、それが正式な髪型となっていることもある。また、朝鮮などでは輪形、輪っか状にする三つ編みのスタイルもある。三つ編みをきれいに作るのは、慣れが必要で、はじめのうちは、編み目が不揃いになりがちなので、時間をかけて、丁寧に作りながら、根元から下まで一定した編み方をマスターしていくようにする。 編み込み方によって二つ編みのことをフィッシュテール、フィッシュテールブレード、またはフィッシュボーン、編み方が魚の骨のように見えるのでと呼ぶ。大きめの編み込みのことを別名ブレード、細かい編み込みのことをコーンローと言う。また、三つ編み、四つ編みのことを別名プラットとも言う。日本においてロングヘアの女性がある日一転してショートヘアへと髪型を変えると、 失恋が原因であるとする風説が出回ることがある。昭和の時代までは女性に対して失恋したのと冗談交じりで発言するといったセクシャルハラスメントもしばしば行われた。これは実際に失恋したロングヘアの女性が髪を切ることが少なくなかったことに加え恋愛を話しに交えた漫画、特に少女漫画やアニメ、ドラマなどにおいて エピソードとして用いられる子がよくあることに起因している。なぜ失恋するとか身を切るのかという問いに対しては過去を忘却するための変身願望と考えることができる。実際、ロングヘアの人がショートヘアにするとほとんど別人のように見えることがいい。有志以来、世界的にロングヘアは普遍的な存在であることが知られているが多くの文化圏で挑発は 女性の象徴とされる。男性が髪を伸ばす文化圏も多かったが、これらの文化圏では男性は髪を言い上げたらさないこともあった。ヨーロッパでは中世の男性などではロングヘアは一般的であった。古代ギリシアでは長い男性の髪は富と権力の象徴であった。また、ゼウス、アキレス、アポロ、トッポセイドンなどの長発の神々を信仰していた。 中世の貴族にはカール状のカツラが流行しており、カルロス・四世紀などの王族や、ヨハンゼバスティアン・バッハなどの作曲家の肖像画では、独特のカールロングヘアのスタイルであったことがわかる。平安から安土桃山時代においては、女性の髪は黒いほど、また長いほど美人とされていたと言われ、以後、現在に至るまで、主に女性の象徴として認識され続けているのは、疑いの余地はない。 特に、ストレートロングの髪型は日本において、平安時代の貴族を中心として、水発として主流であったことが、源氏物語などの書物や絵画によって示されており、女性の長発が美徳や象徴とされていたことがわかる。その後の近世及びその前後の時代に、独自の日本髪と呼ばれる女性の血髪が一般的だった。ウイグル族は、 女性の挑発が重視されていることで知られる。日本を含む東アジアの諸民族の間では曲げを言う習慣があったので男性も髪を伸ばした。新国では満州民族の風習である弁発が満州民族以外の国民にも強制されていたが太平天国の信徒はこの風習に逆らって髪を伸ばしたため新朝からは挑発族と呼ばれていた。太平天国の乱は 長発族の乱と別称される。近代以降は文化のグローバリズムの影響を受けており、米国をはじめとするヨーロッパ社会や日本などの近代化地域において同様の髪型の流行の変化が見られる。1960年代、70年代にかけてビートルズなどの髪型の影響を受けて男性の長発が流行した。特にロック歌手やヒッピーが ロングヘアにすることが多かった。1960年代の挑発の流行には、社会への抵抗、反対性を演出するという意図がある。これは、近代から現代において挑発は、勤め人や学生には、似つかわしくないとされていた、風潮、代表例として、丸刈り拘束があったからである。ベトナム戦争当時、反戦を叫ぶアメリカの若者が、 GI カットに対抗し、徴兵拒否の意思を込めて髪を長く伸ばし、やがてこれが海外に広まった歴史もある。アメリカが志願性に変えたのはベトナム撤退後。長髪の反社会性が薄れた1990年代以降では、男性がロングヘアにして中性的なイメージを演出することもあり、逆に野生身や男性らしさを強調するために髪を伸ばし意識的に、 無造作に仕上げることもある。バブル景気の1980年代末から90年代初めにかけて女性の間でワンレングスのロングヘアやソバージュのロングヘアが大流行したこともある。1990年代半ば以降もロングヘアの人気は衰えず日本で急速にヘアカラーが普及してからは特に女性の間でロングヘアも色を入れて明るさや 軽さを出したスタイルが主流となった。なお、日本において2010年頃から、下だけパーマのスタイルが女性に流行し定番化している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。